ということはその手前の信号曲がりはいいのか、そこか、そこ曲がりはいいんか。深い円数があって、うん、気になる地元のお店って感じが、先と寄せの線で見えてきた。よし、あ、こっちでこんな距離あるんだったらあれだな、また東浦の方行っとったら結構多分大変でしたね。向こう渡っとこうかな、渡っとこうかな。よし、かろうじて歩道がありますもんね。本当かろうじてですけど、あ、こんなところ金があるんだ。36って2にもありますよね。そう、相手36ってなかなか37をね、パチンコ屋さんならね使ってきそうな感じありますけど、6って確か台数に合わせてね、サウザントとかそういうような感じでつけてる、多分600台クラスのねところですよってことなんでしょうけど、わざわざあの道面を使うのはなかなか攻めてるな。名古屋名駅にねでかいの作ってますしね。ここは奥川天満宮、あ、ちなみにね、こっちはこのね、おつに川で、おっ川ですけどね、岡崎の方流れてるのは、おっと川ですよね。このまっすぐは、そのまま住宅地か。ちょっと行こうか。新しい感じの石碑やなと思ったけど、昭和12年やから結構古いですね。すごいですね。昭和12年のこの近くで2ヶ月かな。よいしょ、お風邪なので、地元の天満宮って感じですよね。こっちのがなんかちょっと移動歴史がありますけど、こっちのも平成4年ですもんね。あ、でそう、奥川ね、こっちは奥川って言いますし、同じ感じで岡崎の方流れてる川で、ね、音川になりますし、なんならあの不思議なのは音川って、あの音川が流れてるあたりにある地名は男の川で音川なんですよね。あの駅名とかになってくると地名になると、なぜか男の川で音川っていう、乙女の音から男に変わるんでね、まあまあ真反対やろって思いますけどね、あれ不思議ですよね。さあ、ここ曲がったらいいのかな。こっちか、ここか。ここにもあったね、安山木が。今のところ、あ、また別だ。こっちはあっちもあった。さすがに、あ、一号ポストもある。いいですね、歴史館ある。これ現役のポストかな、現役ですね。やばい、なぎ出したな。鳴り出したのはまずいな。
間に合わんだろうな、うん、こっからだと無理だな、間に合わんな、もうちょっと先ですもんね。名古屋ナンバーなんか、そっか、反応は名古屋ナンバーか。ああ、新木犀の香りがしますね。はあ、急に本当に一気に金属の香りしてきたな。どっかで、あ、よかった、反対方向や。危ねえ危ねえ。じゃあ反対方向やから、それの折り返しやから、まだちょっとかかるか。よしよし、こっちはパーク、どこだ、こっちはどこだ。勝負進行があるけど、思ったらもうちょっと奥なのかな。確かにバーベキューってこれくらいが一番いいよな。正直夏は暑いしね、まあ上流とかまで行ったらあれですけど、そうすると今度は虫が多いですしね、この先か、これが駅前なのかな。ああ、そこっぽいな、そこか、そことか行き過ぎてる。なんか今出発してった感じだったよな。どこだ、おカット1600円、安っ安っ。あ、分かるかな、めっちゃカラフル。あ、ちょっと逆になったら見に行く。あ、こっちか、やっぱ綺麗ですね。いいね、1600円で安いな。へなんちゅう、へなってなる、へなってなった。あ、そこか、そこ登ったところか。あ、これでもいい。あ、400円。安い。よし。そうやな。よしよし。多分今の電車が折り返してきてやろう。あ、ここか。ほっほっほ。おー、ちょうど送迎がわーっと来たんですか。